それまでのキャラクター、僕が思ってたゲームキャラクターの概念がもう変わったというか、その当時はもうボンバーマンしか描かないみたいな。子供の頃に得意だったものは、はい、これすごい気になります。僕から聞いていいですか。やっぱりあの子供の頃、はい、幼稚園とか小学校ぐらいって絵が大好きみたいな、逆に言うとそれ以外は本当にからっきしで、もう絵だけに全部のステータスが注がれたみたいなそういう感じの、はい、子供でしたね。ちなみにその、はい、僕さんはそのちっちゃい頃何の絵を描かれてたんですか。これがですね、ハドソンさんのボンバーマン。僕のその保育園の時に、僕のその当時の同級生で、結構絵が得意というか、その子が描いてたのがボンバーマンだったんですけど、なんかそれをまあ僕も教えてほしいみたいなことをちょっと話して、そこから絵を描くようになったっていう。その当時はもうボンバーマンしか描かないみたいな。すごい。その なんで突然教えてもらおうと思ったんですか。なんか本当にその時の記憶はちょっと曖昧なんですけど、ただやっぱりそれを見てかっこいいっていうふうに思った記憶がありまして、なんかかっこいいもの描いてみたいみたいな、はい、それが多分原体験というか最初の衝動っていう感じですね。自分とかはなんか、はい、もう動物とか恐竜とかですね、ちっちゃい時ってなんかそれ好きじゃないですか、はい、大好きですね。ねえ、なんで図鑑とか見て恐竜とか、まあ、動物、猫とかを模写したりとか、そういう感じの絵でした。なんか自動車とか、なんか電車とかっていう方向の人もいるじゃないですか。いますね、はい、どうですか、小林さん好きでしたか。僕はこう保育園とか行ってたんですけど、はい、その時僕は動物担当やったんですよ。なんかそのみんな得意なジャンルの人みたいなので、もう車はこいつだみたいな、そういう人がなんかいたんですね。で僕はあのここから恐竜とかばっかり、生き物、動物、虫とかですよね、はい、書いてましたね。車とか、はい、っていうのは僕さんはどうやったんですか。あー、ちょっとそれちょっとずっと気になってたってこと、ね、はい、これあのお祭りの時にねぶたとかかな、あの山車っていうあのすっごい縦に長い車あるじゃないですか、はい、あれがあのどっかの旅館かなんかに模型が飾ってありまして、でなんかそれを見てあめっちゃかっこいいと思って、まあ、模型なんで全然大きくはないんですけど、これが実際まあものすごい大きさで街を走ってるみたいなことを知って、あ、かっこいいと思って描いた記憶は。これいつぐらいにちなみに描かれてるんですか。これは小学校 3,4 年ぐらいの頃ですね。おー、渋いっすね。これでも実際出汁ってすごい、まあ、その細工が細かいじゃないですか、彫刻みたいなのが入ってたりとかね、その書こうって思うとちょっとうってなるぐらいの情報量があるじゃないですか。それを進んでスケッチされてるっていうのが、なんか今のそのやっぱりこう細かな美術の源流というか、なんかそのこの頃からなんかやっぱ細かいのがなんか好きだったのかなっていうのは感じますね。そうですね、なんかめちゃくちゃ細かいなっていうのが多くて、サガフロンティア2っていうゲームが、うん、あの当時あったんですけど、はいはい、それの街の絵をあのものすごく難しい細かい絵だったんですけど描いて親に見せたら褒められたみたいなことがあって、でそこからあの細かいものを描いたら褒められるんだみたいなそういう単純な思考で、はい、ちょっと進んできた感じあります。わかりますね。やっぱ褒められたら嬉しいんですよね。そうですね、はあ、自分に影響を与えた作品たちは、それらは、今にどうつながっているっていう、ちょっとあのこの質問をちょっと小林さんに伺ってもよろしいでしょうか、はい、ここにあるこのビックリマンシールっていうのが、これ、私物で、この天使と悪魔と守りのその、まあ、3つのキャラクターが一つ そのセットになってるんですけど、それぞれモチーフが、はい、あるんですよ。例えばこの第1弾の一番最初は
これ桃太郎がモチーフになってるんですね。桃太郎の中で天使、お守り、悪魔っていうキャラクターがいてですね。なるほど。でお守りっていうのは天使のサポーターみたいな感じなんですけど、これ何だろう、何をモチーフにするのかなと思ったら、ここではこれきびだんご三助っていうキャラクターなんですけど、この犬とキジと猿と、はいはい、でもきびだんごまで一つのキャラクターにしてしまって、この桃太郎っていうお話からその3つのキャラクターを作るときにこういう風に落とし込むっていう、もうなんかデザインのお手本のような要素が、そうなんですよ、もうそれがどんどんもう2ヶ月に一遍出てくるんですけど、で絵も抜群にうまいんですね。でやっぱり自分でこれを真似してオリジナルでじゃあこう描きたくなるじゃないですか。ありますあります。でじゃあ自分はこれをモチーフにして天使と悪魔の守りを描いてみようとか、でじゃあこういう要素入れようとか、はい、っていう、もう言ってしまえばもうそれはキャラクターデザインじゃないですか。そうですね、うん、っていうのを小学校の頃から思えばやってたなっていうところで、じゃあお聞きしていいですか。そうですね、僕さんのその影響を与えた、はい、僕さんに与えたもの、はいはい、一番古いものからっていうことで、うん、ちょっとこちらに常にあるんですけど、水木しげる先生の月物百回っていう本がありまして、はい、あの見ての通りボロボロなんですけど、ね、すごい使い込まれた感じが。そうですね、もうボロボロもボロボロで、これ本当に、小学3年生ぐらいにその親が多分買ってきたんですけど、それをあの毎晩、まあ、読み聞かせてもらったり、まあ、ある程度年齢が入ってきたら自分で読んでみたいなことを続けてて、なんかこんな感じに、こんな感じに、あのまず水木しげる先生のもうインパクト大の妖怪とイラストがね、そうですね、シチュエーションを紹介した絵が載ってて、でそのまあびっしりあの紹介の文章が並んでたりとかっていうのが、どれぐらいかな、 100以上確かあったと思うんですけど、あのずらーっと並んでる本でして、はい、自分の土地にももしかしたらこういうのがいるかもとか、あと、まあ、結構生まれが山の方だったんですけど、山ってやっぱりなんか自分の入ってない場所がたくさんあるじゃないですか、うん、人間の足が踏み入ってない場所とかが、はい、そういう場所にもこういうのがもしかしたらいるのかもみたいなことを思って、すごく楽しくて読んでる時に、はい、でなんか意識はしてなかったんですけど、やっぱり今その人外怪物系のキャラクターを描くときにここで見たものが割と出てるなっていうのを要素として、なんだろう、まあ例えばこの木魚だるまとか、はい、まあ、なんか妖怪でありつつもでもちょっと可愛い、まあ、そうですね、マスコットありますね。そうですね、っていうのを、まあ、あの僕も割とマスコット調のもの、なんか不気味だけどマスコットみたいな感じにしたいとか、妖怪そのものじゃなくてシチュエーションとしてこういうことをするやつなんだっていう紹介する、そういうイラストを見て、なんか多分アニメーションにつながってるなって思いまして。なるほど、その本当にアニメ調じゃないですか、そういう本当に今につながるものをここで得たって感じです。なるほど。いや僕も妖怪とか結構好きでそういうの見てましたけど、和睦さんもそうだったんですね。水木先生、うん、なんか水木先生の絵もすごい細かいじゃないですか、その無理やりつなげるわけじゃないですけど、す、ね、なんか細かいのがやっぱり、ね、そういうところもなんか好きなのかなみたいな。そうですね、なんか多分当時は意識してなかったと思うんですけど、でも描けば描くほどその絵に説得力が増すっていう、うん、そういう概念は多分この本からいただいたんじゃないかなって思いますね、うん。小林さんは今のつながりで言うと、僕もちょっとだけその似たエピソードで、これがアドベンチャーブック、ゲームブックっていう、その昔、はい、昭和によく流行った、すごい流行ったんですよ、はい、これアドベンチャーブックってご存知です？アドベンチャーブックゲームブックっていうんですかね、小説みたいな感じでお話が載ってるんですけど、で選択肢が現れるんですよ、その、はい、A だと思った人は何ページへ、あでこう自分でじゃあ僕は A なんで何ページだって解くと、またお話が進んでいって、はい、あで敵が現れて戦ったりとかっていう、はい、まあそれが当時すごく流行ってですね、でそうこのこれジャケ買いやったんですよね、このドラゴンの絵がかっこいいっす。そうなんですよ、お母さんと一緒に本屋さんに行った時にバーンと置いてあったんですよね、はい、でこれを買ってほしいっつって、はい、
ってもらったんですけど、別に読めなかったんですよね。ちょっとちっちゃすぎて漢字が。そうですよね。はい。なのでしばらくは眺めながらこの挿絵もね、すごくなんか雰囲気が鉛筆画みたいな感じでね。そうですね。でこういうゲームでよくあるんですけど、このなんかキャラクターを自分で作って、うんうん、なんかこういう、まあ、ちょっと今なんか汚い字とか書いてますけどあの生命点とか、 なんか持ち物とか書いて、はい、で敵もいるんで、はい、計算式みたいなのがあるんですよ、簡単な、はい、防御力とか生命ポイントとか、これやったらちょっとこう応用して自分のゲーム作ったら面白いかもと思って、はい、でなんかすごろくみたいなものでこのシステムをこうちょっと流用して、はい、バトルシステム作ったりとか、なんかこうおもちゃの人形にパラメーターをつけてですねこのおもちゃとこのおもちゃを戦わせるみたいな、はい、で友達とかに提案をしてこういう遊びをしようって、あで遊んでもらったら、あ面白いみたいなね、うん、感じもあって、うん、そこでそのゲームを作って遊んでもらって、うん、あなんかこれ楽しいっていう感じが、それでそういうのを感じたと思うんですよね。確かに結構ゲームを目指すには全然こと足りる理由みたいな感じがしますね。うん、音、はい、さんはどうですか。僕はですね、ワンダと巨像ですね。名作ですね、はい、もう先ほどお話にあったようにやっぱり巨大なものっていうのがすごく好きっていう子供ではあったんですけど、本当にこのゲーム出てくるのはもう人間の理解を超える巨大さっていうのがすごくゲームのもちろん根幹にもあるのでっていうところで、なんだろうな、世界観のより縦のスケールっていうのの勉強させてもらった、そういう作品ですね。であともう一つこちらですね、ファイナルファンタジー11なんですが、自分のお小遣いで手に入れてプレイし始めたのが高校1年生の初めぐらいだったんですけど、飽きて本当にもうこれ以上このゲームはできないって思ったのが大学の1年生でそれまでずっとだから3年半ぐらいずっとこのゲームをだいぶやばいですね。そうですね、はい、普通のコンシューマーとやっぱり違うじゃないですか、ネットゲームって。モンスターもすごく24時間に1回しか出ないモンスターがいるとか、うん、そういうのも本当に休みを利用してずっと待つ、パソコンの前でじっと待ち、もうそれを行うことが苦痛に感じることもないほどハマり込んでいて、すごいガチ中のガチな感じですね。ガチ中のガチでした。技を使うわけなんですけど、その技のモーションがものすごくかっこよくて、はい、それを、当時、それは知らずにプレイしてたんですけど、当時その最初プレイしてかっこいい技を見た時に、あこれはめちゃめちゃかっこいいと。当時アニメーションをちょっとだけ意識をし始めてたので、これはアニメーションにも通じるかっこよさがあるぞっていうことで、そういうことも考えてプレイしていて、当時からそのアニメーターの描く美しい動きっていうものに憧れを抱いていて、アニメーションっていうものをちょっとやりたいっていう気持ちはもうこのプレイしてた当時高1とかから割と抱えてたんだなっていうのを後から俯瞰して思いましたね。この今の職業に住んだきっかけは、はい、はい、これをお聞きしていいですか。はい、これはいろんなターニングポイントがあったと思うんですけど、この職業に進んだきっかけっていう意味で言えば、なんかこのアニメーション作家になったのってアニメーション作家になるぞって言ってなったわけではなかったんですけど、ファイターっていうMV 作品をやらせていただいたことがあったんですけど、なんかそれをやった時に自分でも手応えを感じましたし、その世の中的な受け取られ方もすごくなんだ印象のいいものでっていう反応をいただけた時に、あこの職業をやっていけるかもみたいなことを思って、そこからちゃんと胸を張ってというか、アニメーション作家ですっていう風に名乗ってやっていくっていうことになったので。小林さんはどういった経緯でこの職業を進まれたんですか。でもやっぱキャラクターにすごいこう興味を持ったのはカプコンさんのストリートファイター2っていうゲームに出会って、はい、で
まあ、このタイプはそれまでのキャラクター、僕が思ってたゲームキャラクターの概念がもう変わったというか、まず一つのゲームでそのまあ8キャラクターから選ぶっていう感じだったんですけど、そんないっぱいのキャラクターから選ぶっていうゲームも少なかったですし、一人ずつのキャラクターのもうアニメーションパターンとか技の数とかがそれまでやったゲームともう全く違うぐらいの多彩な動きをするんですね、はい、でそれぞれのキャラクターもすごい個性があるんですけど、さらにすごいのは それを使うプレイヤーによって同じキャラクターでも全然違うキャラクターのように見えるんですよ。その攻め方とかが人によって違うんで、はい、同じ竜っていうキャラクターでも、うん、この A さんが使う竜と B さんが使う竜はもう全然違った動きで、でそれぞれ A さんも B さんもやっぱり自分の持ちキャラとかにすごい愛着を持つんですね、はい、どのキャラもすごい愛されてるんですよ。なんかそのゲームのキャラクターがそこまでなんか愛されるっていう、もう自分のキャラだみたいな感じの、そういうのがね、このゲームで初めて、すごいな、こんな愛されるキャラクター、使い込まれるキャラクター作れたら幸せだなってすごい思ったんですね。なるほど、だからそれがすごくあの今のキャラクターデザインやりたいっていうところにつながってると思いますね。はい。